はい。それでは次は行列の回数について定義していきたいと思います。まず A をですね、行列、ある行列として、行列として、これを基本変形して、階段行列に行に関して基本変形します。で、先ほどアルゴリズム前回を提示しましたけれども、あのアルゴリズムは必ず停止するということがわかります。ということで、停止した状態ではこれはもう階段行列になるということがわかりますので、まあ、必ず階段行列に変形できるわけですね。 その階段行列の変形の仕方っていうのは、階段行列の形も含めていろいろあるわけですけれども、その階段のゼロでない行の数ですね。ゼロでない行の数っていうのは、これは必ず一定になることがわかります。これについての証明はもう少し理論的な準備が整ってからやりたいと思いますけれども、ここではそれを一応認めてですね、そのゼロでない行の数のことを そのもちろん B もそうなんですけど A の回数というふうに言います。もちろん階段行列であればその階段行列の0でない行の数が回数なんですけれども一般的に階段行列でない行列 A についてもそれを基本変形で階段行列行に関する基本変形で階段行列に変形した時のその回数がその行列の回数ということになります。例えばですね、このランク12315あるこの,この行列ですね。 この行列のランクは、これもうすでに階段行列ですので、これはランクは3であると。この行列の階段行列で0行が1行ありますので、ランクは2であるということになります。一方ですねこの、この行列 A っていうのは、まあ、階段行列ではないわけですけども、これを基本変形すると、まあ容易にですね、こういうふうになることがわかります。まあこれ全部1121の2倍と3倍になってますので、 これを使って吐き出しするとですね、ここは全部00になってしまうんですね、はい。ということで、ランクの A は1であると。この行列のランクは1であると。この行列のランクは1であるということになります。はい、じゃこの行列ですね、この行列は 2,、えー、と2倍、この11成分に関して1列目を吐き出しすると、0の1の0の1とこうなりますね。 で、ここが0の32が6で2の3三で0で2ということで0101020になりますから、この今度は2列目のこの2行目の1 1を使って、この2列目の2行目以下ですね、を吐き出しすると、このようになって、ここが0になるということで、これ階段行列になりましたから、これランクが2と。 というこ,とでこの行列のランクは2であるということになります。で、えっと、ランクの0行列、0行列はそれ自身が階段行列であるということをやりましたけれどもこれ当然、当然これはランクは0ということになります。で、さらにランクが0の行列は、これ、えっと、基本変形していって0行列になるのは、可逆なんですから、0行列をまた基本変形していけばいいんですけども、0行列をいくら行に関して基本変形していってもですね、これは0行列しか生まれないですよね。 つまり、ランクが0である行列は0行列だけということが分かります。ランク0の行列は0行列だけということになりますで。先ほどちょっと言いましたように、ランク A は基本変形の仕方によらない、階段行列の形によらないということが分かります。はい。で、実はこの列基本変形はしてないんですけども、まあ、方程式を解くときは列基本変形はできないんですが、列基本変形を用いても、ランクの A は変わらないということは言えます。 はい、あのここで例えばこ,こ,これ以降列基本変形をしたりしていろいろ変形したりしてもこの階段の段の数っていうのは変わらないということですね。で列階段行列っていうのも列に関してかあの階段行列になると行と列の役割を入れ替えれば列に関する階段行列っいうのもできるわけですけどもその場合に列基本変形だけで列階段行列に変形した場合にもその回数っていうのが定義できるわけですがそれも行に関して で出てくる回数と同じであるということがわかります。はい、それでは例題ですね、はい。この問題をちょっとやってみましょう。はい、えっ、ー、とそれでは回答例をここに挙げておきました。えー、まず一行目と三行目入れ替えて一を作って、それから吐き出しをして、でこの五を使って吐き出しをして。 そうすると結果的にここが0に全部なりましたので、えー、ランクは2とこの行列のランクは2であるということになります。